今回は私数時間前にワンピースのキャラ評価動画みたいなのを出したんですけど、ちょっとその後に3時の SS ディアブルジャンプに新しい詩をちょっと見つかったんで、これについて話していこうと思います。で、これはツイッターでそういう考察とかやってるカツオさんっていう方のツイート判見して気づいたんで、ちょっとその方にご連絡して許可いただきました。ありがとうございます。で、どういう仕様が見つかったのかっていう話なんですけど、ルフィと同じでこの人弱点倍率3分の1のマイナス補正かかってます。言えよ。いや、本当に、ルフィはまださ、この人弱点殴ることほぼほぼ実用面でありえないから、まだマシだとしても、サンジはあるでしょう、実用面でも。なんで、いや、これはね、結構サンジの SS 火力に影響してくるんじゃないかな。っていうか、私、事前考察で計算した倍率と、実際に計算した倍率合わねえなって思って無視してたんですけど、道理で合わねえわけだ、弱点殴ったら火力落ちるんだから。いや、もうこれは、テント戦の無視してたものが全て繋がりましたね。なんで、まあそういうことになります。だから、ルフィとサンジは、この二人弱点殴ると火力ちょっと落ちちゃうね。普通に殴った人よりも。で、ゾロは確認してきたんですけど、大丈夫でした。こいつは、弱点殴ってもちゃんと正式な倍率取ってくれます。なんで、まあこの話はこれで終わりなんで、ちょっとキャラ評価いろいろと、まあその気にしてた人はサンジの倍率そういうもんですよってしとかなきゃいけないんですけど、この話して、いや、よくわかんないみたいな。弱点殴ったら弱くなっちゃうのみたいな。そういう、ちょっとモンストの仕様っていうものをあんまり詳しく理解しない人のコメントとかもちょこちょこ見られたりしたんで、ここから先は、ちょっとそういう弱点の仕様とかそういう話をしていこうと。まあ、お前数分くらいで終わると思うんで、まあその辺、私よく知らないよっていう人は、その辺見ていただいて、このルフィとサンジの仕様を理解していただければなと思います。じゃあ、やっていきます。じゃあ、サンジの私が検証してた風景使っていろいろ説明していこうと思うんですけど、まずこのボス、左下に今弱点出てるじゃないですか。これ、実は左下以外にも弱点が出るかもしれない箇所が存在するんですよね。で、それを弱点露出っていう必殺技使って、すべての弱点を見えるようにした状態を今から映像を変えるんですけど、それがこんな感じになります。左下だけじゃなくて、実は上と右下にも、本来どこかに、3つのうちのどこかに弱点が出るっていうのが普通の仕様なんですよね。で、ジョータロがこれ SS 使って、ぶん殴ると、2ヒットします。で、これは一体どういうことかっていうと、ちょっと図を出して説明するんですけど、一つ目がまず、この白い丸、これが本体の判定というものです。こういうボスを殴った時にカンカンカンって弾かれていくのは本体を殴ってるからですね。で、青い丸が、いわゆる弱点と呼ばれるもの。だから、敵に対して基本的には、本体の判定白い丸と弱点の青い判定というのが存在するんですよね。で、これ、普通だったら、この3つのうちのどこかに弱点が出てくるっていうのが、その一番最初の3時の映像とかもそうなんですけど、これを、出てない場所にも、実は判定があったりするんですよね。で、弱点殴ると、威力っていうのは、普通に殴るよりも威力が上がって3倍になるんですけど、弱点が出てない箇所とか、本体は1倍になります。まあ、この辺はクエストによって変わるけど、基本的にはそういうものって覚えていただければなと思います。そしたらもう一回最初の説明言うんですけど、敵には白い丸の本体の判定と赤い丸、今回は左下に弱点が出たと仮定して、弱点の判定というものが存在します。で、青い丸は、今回は弱点が出なかった箇所。そういうところにも、見えないけど判定はあります。で、それぞれに与えられるダメージは、本体、白い丸は1倍。弱点の赤い丸は3倍。で、今回弱点が出なかった青い丸は1倍のダメージ。それぞれ与えられるようになっております。で、そういうことを踏まえて、ちょっと、丈太郎の SS3 パターン取ってきたんで、これらを同時に見ていただければなと思います。そしたら今から流す3つの映像の説明すると、一番左は本体だけ、さっきで言う白い丸だけを殴った丈太郎。で、真ん中は白い丸と今回は弱点が出なかった青い丸、それらを殴る丈太郎。で、一番右は本体と、あと赤い丸、弱点を殴った丈太郎。この3パターンを見せて威力をちょっと比較していくんで、それを見ていただければなと思います。というわけで、威力を見ていただくとわかるんですけど、一番左の本体しか殴ってない丈太郎の与えたダメージは約100万。で、真ん中の本体プラス、今回は弱点が出なかった箇所を殴った丈太郎は威力2倍になって約200万。で、本体と弱点を同時に殴った一番右の丈太郎は威力が4倍になって約400万のダメージが与えられているということがわかると思います。というわけで、これが正常なキャラクターの威力になってくるんですけど、これが弱点に3分の1の補正がかかっているサンジが同じことをすると、どういう威力になってくるのかっていうことを今から動画で流していこうと思います。
そしたら威力の比較をやっていこうと思うんですけど、まず本体判定だけを殴った一番左は954300ダメージ。ここは正常ですね。で、次真ん中。弱点が出ていない判定を巻き込んだ場合、さっき2倍だったんですけど、今回はそこの判定に3分の1のマイナス補正がかかるんで、合計で 1.33333 倍になります。だから、2倍になるはずがあんまり伸びなくて127万くらいのダメージになってるということですね。で、弱点をちゃんと捉えた場合は、まあ、さっきだったら1プラス3で4倍だったんですけど、その3の部分に3分の1のマイナス補正がかかるんで、1たす1になって2倍になります。だから一番左と右で威力は2倍違いますよっていうことですね。でからこれがルフィとサンジが持ってる弱点を殴るとマイナスの補正がかかってあんまり威力が伸びてくれないよっていうことですね。だからこれを見るとわかるんですけど、弱点は取った方が火力は出るんですよ。あんまり伸びないだけで。で、一応弱点は取れるんだったら取った方がいいということにはなってるんですけど、いや、言えよと。仕様を言えよと。いや、この話長くなるから、まあ、この一言に全て集約させておくけど、まあ、そういう仕様になっているということで、これから3時引こうかどうか迷っている方は、ちょっとこれを参考にしていただければなと思います。じゃあ、終わります。ごきげんよう。